サッカーファンの皆さん、こんばんは。スタジアムはあいにくの雨。水を吸った芝が今夜のゲームに思わぬ影響を与えるかもしれません。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、すごい試合になるでしょうね。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。いろいろと話題になっている選手です。今シーズン限りで引退するのではないかという噂が流れているようですね。はい、クラブにとって痛手です。まあ年齢を考えると仕方がないでしょうね。しかし今日は興味深い対戦カードですね。そうですね、全く予想がつきません。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はウイングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前半のキックオフ、まずは FC 東京ボールです。フォアオロハス、高いボールを裏に出します。このボールは外に出てスローインでの再開となります。サイドのスペースを使います。ディエゴ・オリベイラ、ショートパスをつなげていきます。相手の動きを見ている感じでしょうか。ディフェンダーがここで食い止める。前に出しました。東京の攻撃です。いいボールを送りたい。ディエゴ・オリベイラ、 FC 東京ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。何をしてくるのか。パスをこの位置で防ぎます。ここはクリアします。ドリブルで相手を揺さぶります。絶妙なパスが出ました。ここでインターセプト。高いパスが味方に出る。うまく読んだインターセプト。また取られてしまいました。アダユトン、ディフェンダーが振り切られます。これは危ないですよ。このボールは決定的。ゴールキーパーがポジションを離れていた上、近距離からのシュートでしたが外してしまいました。あれは決めないといけません。決定的なチャンスを潰してしまいましたね。相手ボールになります。タッチを割ってスローイン。いいタックルだ。ボールをキープしました。レアンドロ、
小川亮へ、三田博隆、ちょっと消極的なパス回しです。しっかりとブロック、ボールをキープしています。チームはここまで苦しいシーズンとなっています。ボールを持った時もパスの出しどころを探して、1点リードにできるか。決定的に見えた場面はオフサイド。ここまでのポゼッション率を見れば FC 東京がボールを支配していることは分かります。ただ狙い通りのサッカーをできていないように見るのは心配ですね。もう少しペースを上げた方がいいんじゃないでしょうか。見事なロブパス、このクロスはそのままゴールラインを割りました。別の角度からの映像です。素晴らしい視野です。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ドリブルで果敢に攻め込みます。中央へクロスが渡る、このボールはクリア。勝ち越したい。強いですね。ボールを取られません。決まるか。このボールは止めただけ。クリアできるか。ゴール決まった。ここで先制点決まりました。この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半も終了してハーフタイムに入りますが、福西さん、どちらのチームもディフェンスが硬かったですね。そうですね、それもありますが、そもそもどちらもおとなしすぎですよね。後半に期待しましょう。後半のキックオフです。パスをサイドに送ります。チャンスを伺っています。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。レアンドロ、フォアオロハス、小川亮へ、アダユトン、ドリブルで進んでいます。プレスが効いている。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。ボールへの寄せが非常に速い。
今のところポゼッションは FC 東京が上回っています。問題はほとんどチャンスを作れていないことですよね。ポゼッションも大事ですが、得点しないと勝てません。もっと縦のパスで前にボールを入れていきたいですね。サイドに展開します。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。味方を使うでしょうか。前に運んでいます。レアンドロ、ここから狙うのか。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。いいロブパスです。フォアオロハス。 FC 東京ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。狙える位置です。ディエゴ・オリベイラだ。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。三田博隆、六ターンが処理。FC 東京が攻める。ルーズボールになっています。ここはよくスペースが見えていました。スルーパスが長いか。クロスにはしっかりついている。上げさせない。気は抜けない展開です。パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。カウンターアタックのチャンスです。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。鋭い読みでカット。ホームのサポーターは諦めていませんね。すごい歓声です。この応援に応えないといけませんね。選手たちも最後まで足を止められないでしょう。いい位置です。このパスはカット。読まれていましたか。フレッシュな選手の投入です。小川亮也、クロスを狙ってきますか。ゴールチャンス。同点に追いつく絶好の機会を逃しました。残り時間を考えると最後のチャンスだったかもしれませんね。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。なかなか見応えのある試合でしたね。リードを守って勝ち切ったことはチームの今後にもいい影響があると思います。次も期待していますよ。